私の名前は竹下明郎、95になります。還暦は56、7年になります。であちこちの日本全国のパン、山崎パンから小さなパン屋までたくさん見てきたんで、おそらくこんなに大から小まで見た人ってのはあんまりいないだろうと思います。きっかけなんてもともとパン屋でしようとしてたから、自分で美味しいパン焼いてみようと思っただけの話。みんなも今どんどん機械でやるのにね、あくまでも手でやっちゃう、手でやるということ、石臼で引くことからしてもハイスピードでなくてゆっくり引いて1時間に 1.5 キロぐらいしか引けないの。最初にイーストの予備発酵をさせます。このパンの場合は粉の旨味を出そうということで、天然酵母の味が入ると違う味になっちゃうから、ほとんど味のないドライイーストでやっています。15分ぐらいかけて予備発酵したドライイースト、その次に配合は粉が 100%、 塩と砂糖は 2% ずつ、ドライイーストは 0.3% で、水は 88% ギリギリまでたくさん入れます。でそれを団子にして1時間置いて粉と水とこうなじませます。1時間したら今度は風船をつなぐように生地をのします。である程度生地でできたら、初めて今度は本格的に90分かけて発酵させます。で90分したらやっと生地ができてきてるので、今度はパンチパンチって言って、ただガスを抜いて軽く折りたたむだけのことを3回して、で4回目にそれを適当な大きさに分割して、生地をカットしたままの形でもうすぐ釜に入れて焼きます。で焼く時間はだいたい20分ぐらい、蒸気をこもらせた中で焼きます。だいたいこれで5時間近くになる。まあ、これだけのことで、まあ、極めて言ってみれば簡単なことです。いや、日本ではご飯が美味しいのにパンの場合は全然美味しくない。本当昔のフランスパンは粉が中力粉しかなかったから、それによっていかに美味しくするかということでできたパンだけども、今のフランスパンはグルテンを多くして作りやすくしてるもんだから全然美味しくない。どうしたら美味しいパンできるかっていうと、まあ生地の作り方と、あともう一つはやっぱり美味しい品種の小麦を探さなくちゃならない。